はい、さっちゃんです。コストコのブルーベリーを使ってジャムを作っていきたいと思います。まず大量のブルーベリーを水で洗いました。洗ったブルーベリーたちをざっと鍋に流し入れます。ブルーベリーの水分が出るまで弱火でじっくりコトコト煮込んでいきます。なんか最近フルートの演奏会があって私はスイス民謡にいる変奏曲を演奏したんですけど、緊張しすぎて舞台袖から緊張してたんですけど、ステージ行ってからめっちゃ手足震えて、特に手が震えすぎてもうめちゃくちゃガタ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 してて、その振動で顎も震え出してすごい震えました。で、緊張しないようにしようと思っていろんな対策を考えてて、なんか指の間とかマッサージしたり深呼吸したりしてたんですけど、もうステージに上がった途端もガクブルで、もう本当に緊張する癖を直したいです。なんか演奏会とかよく出させていただくことがあって出てたんですけど、もういつになっても緊張はね本当にしちゃいますね。こうやって話してたらブルーベリーからちょっと水分が出てきました。ブルーベリーから水分が出てきたので中火にしてちょっと煮詰めてます。もうしばらくしたら砂糖とレモン汁を入れて煮詰めていこうと思います。はい、そろそろ砂糖を入れていきます。はい、砂糖の量はブルーベリーの量の約 50% ぐらいが好ましいかなっていう感じです。まあ砂糖の量に関してはお好みですね。好きな量。砂糖を入れてからある程度混ぜたらレモン汁を加えていきます。レモン汁の量は適量、まあ、自分の好きなぐらい入れてください。砂糖とレモン汁を入れてから10分から15分こうやってブルーベリーが焦げつかないように混ぜ合わせます。ジャムを水に入れて散らばらなかったらジャムの完成です。はい、このようにジャムが散らばらなかったのでこれは完成です。こういう確かめ方もあるのでちょっと紹介しました。